ゲストです。 AKB48 が登場。もしもしをお聞きの皆さん、シャチの坂本春奈さん、坂井直人さん、こんばんは。 AKB48 の岡田奈々です。本田仁美です。横山由依です。はじめまして。ということで、まずは私たちの推しポイントを紹介したいと思います。はい、まず私たち3人、なんと信号機なんですよ。そうなんですよ。そうですね、信号機ですね。これ何が信号機なのかと言いますと、はい、髪の毛が信号機カラーになっておりまして、はい、私岡田奈々は赤、はい、まあちょっと正確に言うとピンクなんですけど、まあ赤ですね。はい、はい、そして私本田瞳は金髪で黄色の担当です、うん、はい。そして私横山由依は髪の毛青色に染めました。おお、信号機、ちゃんと信号機、はい、ぜひぜひ信号機の3人で覚えてください、はい、そしてこの番組、自分の推しをもっと広めていこうという番組ということで、私たちの推しも広めていきたいと思います。はい、じゃあひーちゃん、はい、今推しているものは何ですか？私はズバリかき氷です。おー、いいですね。最近すごいかき氷ね、流行ってますね、うん、そうね。しかもなんかおしゃれなんだよね。そう、そうなんですよね。ひーちゃんの一押しのかき氷の味は今何ですか？はい、味っていうと難しいんですけど、うん、つい最近、あの自分の好きなものだけをこう入れられるオーダーメイドかき氷のお店に行きました。すごっ。もうチーズ尽くしにしました。チーズ、何チーズのかき氷って何？あのブルーチーズのベースでとか、信じらんない。そう、カマンベールチーズ入れたりとか。すごいですね、想像ができないので、はい、ぜひ連れてってください。チーズソースみたいな。そうそうです。もう全部チーズで詰めました。すごい。進化系かき氷ね、今度ひーちゃんに連れてってもらいましょう。はい、横ゆいは？はい、横山はですね、最近海ぶどうにめちゃめちゃハマってます。お、意外。なんで？え、なんか、ふとした瞬間に海ぶどうが食べたいってなっちゃうんですよ。どこに売ってるの？え、なんか私はもう、こう近辺では探せなかったので、うん、取り寄せて。なるほどね。ぜひ皆さんもふとした瞬間に海ぶどうを食べたいってなると思うので、そういう時にね、食べたくなってきたわ。そうですよね。影響されやすい。奈々さんはどうですか？私は岩下の新生姜にドハマりしてます。推してます。はい、ということで私たち AKB48 ですが、昨日ニューシングル「ネモハモルーマー」をリリースしました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあこの曲について今回初選抜された横山にちょっと紹介していただきたいと思います。はい、そうですね、このネモハモルーマーという曲なんですけども、うん、ダンスがとても激しい曲になっていまして、うん、はい、ラジオではねちょっとダンス伝わらないよね、伝わらないかもしれないんですけど、この曲の躍動感だったりキラキラした感じを聴いていただければなと思います。はい、はい、では最後に1曲聴いてください。 AKB48 でネモハモルーマー。 AKB48 の岡田奈々と本田仁美と横山由依でした。走れ超やかジーズルースよー。